かりちゃん、サラダはどう？もう少しで終わります。アリシアさん、テーブルの方準備できました。ありがとう、アニーちゃん。アリア社長、もう少しだけ待っていてくださいね。バイチャーイ。お待たせしました。それじゃあ朝食にしましょう。バイバイ。いただきます。私たちはゆっくり食べようね。はい。アニーちゃんが焼いてくれた目玉焼き、すごく美味しいよ。ありがとうございます。バイバイ。アリア社長もありがとうございます。私の顔に何かついてます？ううん、そうじゃないの。アニーちゃんもすっかりアリアカンパニーの一員よねって。そういえばアリシアさん、今日の水上実習なんですが。あ、アリシアさん。二人とも、今日も一日よろしくね。はい。ご指導よろしくお願いします。Thank you.
ろうね、アニーちゃん。はい。あちらをご覧ください。ネオベネツィアの街は自然の緑が少ない代わりに、多くの家庭で育てられた植物が彩りを添えてくれています。また。からその家の奥様のガーデニングの技量を伺い知ることができます。あ、続きまして、足元に気をつけてお降りください。ご乗船いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。ポポイケポポイケ。
り何度やっても緊張しちゃいますね。私もまだドキドキしてるよ。でも二人とも立派な接客ぶりだったわ。そうでしょうか。ええ、先ほどのお客様だってあかりちゃんのガイドをとても楽しそうに聞いていたし。そんな。アニーちゃんもしっかりフォローしてくれたわ。助けてくれてありがとう。いえ別にそんな。ううん、アニーちゃんがフォローしてくれなかったら何も言えなかったかもしれないし、だから本当にありがとうアニーちゃん。バイバイ。次はアニーちゃんの番だね。それじゃあ近くの船着き場まで漕いでもらえる？はい。あかりさん遅いですね。きっとどれも美味しそうで迷っているのよ。そうかもしれませんね。私ちょっとあかりさんを探してきます。あらあら、多分もうすぐ帰ってくるでしょうから、このまま待っていましょう。アリシアさん。 さっきの指導のことなんですけど、あかりさんがガイドをしていて言葉に詰まった時にアリシアさんは何も言いませんでしたよね。そうね。あれはあかりさんのことを信頼していたからですか？それとも。
どっちだと思う？信頼していたからだと思います。それじゃあ、兄ちゃんが私の立場だったらどうしていたかしら。私は同じで、あかりさんをフォローしていたと思います。きっとそうよね。私が言わなくても、アニーちゃんがあかりちゃんをフォローしてくれる。そして、アニーちゃんが困っていたら、きっとあかりちゃんだって同じことをしてくれると思うわ。もし私もフォローできないような状況だったら、その時は私の指導が行き届かず申し訳ありませんでしたとお客様へ謝罪するわ。私はアニーちゃんやアカリちゃんたちと一緒になって前へ進んでいきたいの。アリアカンパニーの仲間として、そして会社の先輩後輩としてね。だって私はアニーちゃんたちよりちょっと先に入社しただけで、二人と同じアリアカンパニーのただのウンディーネだもの。アリシアさんは、アリシアさんはどうしてそんなに優しいのかなって。毎日忙しい中、やっとできたお休みなのに、こうして私たちに付き合ってくれて。あかりさんだってそうです。お二人とも優しすぎて私には眩しすぎます。
どうしてかしら。あ、アリシアさん。でも、一つだけ言えるのは、私もあかりちゃんも何か特別なことをしているわけじゃないということ。私たちはこのネオヴェネツィアで見つけた素敵を、この町を訪れるたくさんの人たちに伝えたい。ただそれだけなの。素敵。ええ。それがアリシアさんの優しさの源なんですか？アニーちゃんがそう思うならそうかもしれないわね。戻ってきたみたいね。アニーちゃん。はい。さっきの話だけど、あかりちゃんには内緒にしてもらえる？あかりちゃんなら、さっきの質問の答えをきっと知っているでしょうから。それに、それに、なんだか恥ずかしいじゃない。私もあかりちゃんも何か特別なことをしているわけじゃない。あらあら、どうしたの、お兄ちゃん。いえ、何でも。わかりました。今の話は内緒にします。
お待たせしました。思いっけおかえりなさい、あかりちゃん。どうだった？はい、とっても素敵なキャンディーを見つけましたね、アリア社長。パパ、あらあら、本当に綺麗ね。これならお客様にも喜んでいただけるわ。はい。それじゃあ、アニーちゃん、行きましょうか。はい。なりたいな、私も。アリシアさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。あらあら。二人とも疲れたでしょう。すぐに夕食の用意をするわね。あ、私も手伝います。アリア社長、行きましょう。ほいっけー。あ、アリシアさん、今の私はまだアリシアさんやあかりさんみたいにこの街の素敵を伝えることができませんけど、でももっともっと練習して必ずお二人のように伝えられるよう頑張りますから。だからこれからもよろしくお願いします。
この町の素敵を知ってるアニーちゃんなら大丈夫よ。アリシアさん、これからも一緒に頑張っていきましょうね。はい、アリシアさん、アニーちゃん、行きましょうか、アニーちゃん。はい。ほら、アイカ！すいません。まったく、どうしてお前はそうスピードを出したがるんだ。私たちウンディーネはネオベネツィアを楽しみに来たお客様を相手にするんだぞ。すいません、つい。さあ、言い訳禁止。にゃ、次、アニ。はい。シングルに昇格してから初めての指導だが、当然今まで以上に練習してきたんだろうな。そのつもりです。そのつもりだ。バッチリ練習してきました。よし、それじゃあ練習の成果を見せてもらおうかな。よろしくお願いします。曲がり角では対向舟がいないかを確認するために、お互い声を掛け合うというルールだからな。よく覚えていたと褒めておこう。ありがとうございます。兄、
いつも通りにやればいいんだからね。はい。前から来たぞ。こういう時はどうするんだ。先にお通しします。ほら、先に譲ってくれたぞ。すぐ戻しますから。兄、そっちから切り返して、一度立て直すのよ。Thank you.
それじゃ今日はここまでにしておこう。二人とも自分のどこが悪かったのか次回までに考えておくんだぞ。なんだ、叱ってほしいのか？いえ、滅相もございません。今日の自分を不甲斐なく思って反省しているのならこれ以上叱ってもしょうがないだろう。アキラさん、だが。だが？もし次回もまた今日みたいな体たらくだったらお前たち休み返上で基礎練習だ。ギャース！そうならないようにちゃんと練習に励むんだぞ。これからの課題が山積みですね。まあ、私はともかく兄の場合仕方ないわよ。私もシングルに昇格して初めてアキラさんに指導してもらった時、今日のアニーみたいにミスばっかりだったもの。そうだったんですか？昇格最初の直接指導ってどうしても気持ちが空回りしちゃうのよね。だから今日のミスはそんなに深刻に悩まないこと。変に引きずっちゃうとそのまま調子を落としかねないんだから。はい。それよりも休み返上ってことの方が深刻だわ。愛子さん、来週のお休み何か予定があるんですか？まあちょっと買い物の予定がね。それはそうと、このままだと貴重な休みがなくなっちゃうわ。私は別にいいですけど。私は良くないの。こうなったら
アキラさんをあっと言わせるくらい猛特訓するわよ。猛特訓？そうよ、こうなったら目にもの見せてあげるんだから。そうですね、頑張りましょう、アイカさん。そういえば、私、なんとなく思ったんですけど、アキラさんの指導って厳しくありません？まあ、ほんのちょっと他より厳しいかもね。もし、アリシアさん、アテナさん、アキラさんのうち誰かに指導してもらえるって話を受けたら、アニーは誰に教えてもらいたい？決めづらいです。まあそうよね。そういうアイカさんはどうなんですか？私？もちろん私はアリシアさん。でもなんだかんだで最終的にはアキラさんかな。アニよ、その驚きようは。アイカさんのことだから、てっきりアリシアさんだとばかり。そりゃアリシアさんに教わりたい気持ちもあるんだけど、でも結局アキラさんを選んでると思うわ。私って姫屋の跡取り娘なわけじゃない？やっぱり他の人と違っていろいろ気を使われるのよね。でもアキラさんはそんなのお構いなしに
私のことを叱ってくれる。アキラさんだけなのよ、私を他のウンディーネと同じように扱ってくれる人って。あ、もちろんアリシアさんやアテナさんもそうだけどね。でも姫屋の中ではアキラさんだけ。アイカさん、それにさ、アキラさんの厳しい指導に耐えられるのは私くらいのもんよ。確かにアキラさんの教え方は厳しくて正直辛い時もあるわ。でもすっごく尊敬してるし、いつかは認めてもらうんだって思ってるから頑張れるのよ。誰よりも厳しい指導でもですか？そうね。厳しいってことはそれだけ一生懸命ってことの証だと思うから。一番アキラさんのことを理解しているのはアイカさんですね。恥ずかしいセリフ禁止。できれば近いうちに指導してもらえるようお願いしに行きましょう。え、ちょっと兄？ちょっと兄、待ちなさいって。なんだ？今、お時間いいですか？ああ、構わないが。すみませんでした。それ
めてお願いがあるんですが、今度のアキラさんのお休みの日にまたご指導していただけませんでしょうか。ダメですか。いや、今日中に頼みに来るとはいい心がけだ。だがそう言うからには今日みたいなことにはならない自信があるんだろうな。はい。そうか。相川はどうなんだ。え、私？お前もそのつもりで来たんじゃないのか。そうか。じゃあ、あさってではどうだ。その日はキャンセルがあって、私も休みが取れそうだ。え？いいんですか？そんなに急でも？ああ、もちろん。てっきり今日一日は落ち込んでるものだと思っていたが、少し見直した。その意気込みにはぜひとも応えてやろうじゃないか。ありがとうございます。そういうわけなのよ、兄。アキラさんは厳しいけど、いつも私たちの思いをあったかく包んでくれるから。だから私はアキラさんを選んじゃうのよね。おい、アイカ、何をアニーと喋ってるんだ。いいえ、何にもね、アニー。あ、はい、アイカさんってやっぱりアキラさんが大好きなんだなってことですよ。は？こら、アニー、恥ずかしいセリフ禁止。とにかくだ、今日みたいなミスは絶対に許さんぞ。あさっても同じようなことをしたら次は来週もだ。今度はお前たちの休みを返上して特訓だからな。来週はちょっと。そういえばアイカさん、予定あるんですよね。しおほならちょうどいいな、アイカ。だったらなおさら気合い入れて頑張れよ。さもないとお前の幸せが飛んでいってしまうからな。どうやこれも愛の無知なのかな。そんなわけだから時間はないぞ。
二人とも少しでも練習するんだな。わかりました。兄、今日は日が暮れるまで猛特訓よ。あ、ちょっと愛華さん。私もアイカさんと同じで、なんだかんだ言ってアキラさんを選んじゃうような気がします。ん？私もアイカさんもアキラさんに厳しく指導してもらえてすごく幸せですから。なんだかよくわからんが、そんなこと言ってる暇があるなら、アイカと一緒に少しでも練習してこい。はーい。まったく、あいつらと来たら。気合入ってますね。うん。今日の指導が決まってからずっと心待ちにしてましたよね、アニーさん。うんうん、もう今すぐにでも漕ぎ出したいくらい。その前にまずは朝食をとりましょう。これから体を動かすのに朝を抜くのはよくありませんから。そうだね。私もお腹空いちゃったわ。一日の始まりは朝食からですものね。アテナさん、お母さんと同じこと言ってます。へえ、そうなの。それでは行きましょう。兄ちゃん、行きましょう。あ、はい。今日は
ため池橋を抜けてマルコポーロ国際宇宙港に向かって、ペルモーサ広場からリアルト橋で休憩して、カナルグランデ、サンダルチア駅に着いたらまたここへ戻ってくるコースにしようと思うの。どうかしら。どこも通ったことのある水路ですから私は大丈夫です。でっかい問題ありません。それじゃあ、あ、すみません。いいのよ。ご両親からですか？ううん、アンジェさんから。あら、こっちは大変だけど毎日すごく充実してるって近況報告でした。兄ちゃん、アンジェさんにいい返事を出せるよう練習頑張りましょうね。はい。先輩、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、二人とも頑張ってね。それじゃ始めましょうか。アリスちゃん、お先にどうぞ。
よろしいんですか？もちろん。わかりました。それでは、よろしくお願いします。行きます。やっぱりアリスちゃんのオールさばきってすごいね。そうでしょうか。うん、だってゴンドラも安定してるし、波だってほとんど立たないし。さんだって以前と比べたらかなり上達していますが。
ありがとう。アテナさんもアリスちゃんのオールさばきはすごいと思いません？ええ、すごいと思うわ。ほらね。ありがとうございます。あ、アニーさん、そろそろ目的地に到着します。停留所に着いたら交代してください。わかった。アテナさん、私頑張りますから、ご指導よろしくお願いします。え、頑張ってね。ごめんね、ちょっと会社へ電話してくるわ。わかりました。しましたか、アニーさん。うん、ちょっと。気にしないでいいわ、兄ちゃん。ゆっくりやっていきましょう。ねえ、アリスちゃん、ちょっと聞いていいかな？でしょう。オレンジプラネットに入ってからアテナさんに何度も指導してもらってるけど、アテナさんって私たちの練習や勉強にあんまり口出ししてこないよね。アリスちゃんは何か直接アドバイスとか受けたことある？ありますけど、最初の頃だけです。そっか。私たちってアテナさんから見て指導しにくいのかな？そんなことはないと思いますけど。でも
それならもうちょっと何か言ってくれてもいいと思わない？先輩の教え方は他の先輩方とはやや違いますが、それでもアテナ先輩なりにアニーさんに教えようとしていることはあると思います。そうかな。私も最初アテナ先輩の指導を受けた時はアニーさんのような疑問を抱いたりしました。ですが、ある出来事を通して今のやり方がアテナ先輩の教え方なんだって分かりました。ある出来事？はい。これはアニーさんがオレンジプラネットへやってくる以前のことですが、アテナ先輩のお手伝いで一組の親子をガイドした時のことです。マンホームからネオベネチアへ観光に来たお客様をアテナ先輩のお願いでお手伝いすることになりました。ご両親はずっと乗りたかった念願のゴンドラということでとても満足していましたが、逆にお子さんは徐々に退屈しだしてしまったんです。ことがあったんだ。アテナ先輩は教えてもらったことをそのまま実行するのではなく、もっと自由に自分のスタイルでゴンドラを漕ぐべきだと、そう思って指導しているのではないでしょうか。アテナさんはすごいよね。はい、でっかいドジっ子ですけど。
たせ。あ、アテナさん。でっかい、遅かったですね。そこで以前ゴンドラに乗っていただいたお客様と会ってね、つい話し込んじゃったの。どんなお客様だったんですか？とっても仲のいい親子でね、男の子の方は前はあまりこの街が好きじゃなかったみたいだけど、今ではすっかり気に入ってくれたみたいで、ご両親以上にはしゃいでいたわ。え、何かおかしなこと言った？アテナ先輩、でっかいタイミング良すぎです。アテナさん、この後もご指導よろしくお願いしますね。いいことでもあったの？え？なんだか嬉しそうだから。そういうアテナ先輩もでっかい嬉しそうですが。あ、うん、アニーちゃんに釣られちゃって。そうですね、とっても素敵なお話を聞けました。